ラグビーユニオンにおいて、フィールドプレイヤー15人にはそれぞれ決まったポジションが与えられており、フォワード8人とバックス7人に大きく分けられている。ポジションは大きくフォワードとバックスに分かれており、それぞれ次のように呼ばれる。フォワードの8人でスクラムを構成する。なお、各ポジションの呼び方は国によって異なることがある。近年、世界各国での競技人口が増えるとともに、 競争も激化し、戦術が多様化するにおいて、それぞれのポジションの役割も多様化してきている。トップレベルにおいては、各ポジションにおいて、より多くの役割をこなすことが要求され、高校、大学レベルにもそれは波及し始めている。フォワードとは、1番から8番までの8人の選手のこと。またフォワードは、試合中にスクラムを組むメンバーでもある。 スクラムを組む際の位置取りでフロントロー、セカンドロー、バックローに大きく分けられる。そして与えられた役割に従ってさらに細かくプロップ、フッカー、ロック、フランカー、ナンバー8というポジションに分けられる。試合ではボールを獲得することが一番の役割で敵チームと激しくボールを奪い合うために相手選手に競り負けたり当たり負けしたりしないよう 身長や体重など体格的に優れ屈強な肉体のパワーのある選手がこのポジションを占めている。しかし最近では選手がオールラウンダー化する世界的流れの中でバックスのように走力も求められるようになっている。運動量を増す。現代のラグビーユニオンでは PR4LO のタイト5の運動量が勝負の鍵とまで言われる。 スクラムを組む際に最前列に位置するため PR4 の3名をフロントローと称するスクラムを組む際に2列目に位置するためこのポジションをセカンドローと称するスクラムを組む際に最高列に位置していたためフロリダの8の3名をバックローもしくはサードローと称する現在は口実の通りフロリダが2列目の両翼に上がるように変化しているが故障自体は 旧来から変化していない。相手フォワードと直接組み合う最前線のフロントローは、プロップ2人とそれを間でつなぐ、フッカー1人の計3人、2列目のセカンドローは、その3人をすぐ後ろでサポートするロック2人、そして元々3列目のフランカー2人が、それぞれ2列目のロックの外側のほぼ真横に上がり、ナンバー、A、と一人が最後方に位置するようになっている。詳細は、 スクラムを参照。バックスとは、フォワード以外のスクラムハーフ、スタンドオフ、センタースリークオーターバック、ウィングスリークオーターバック、フルバックの七人のプレイヤーの総称で、九番から十五番までの選手のこと。その中でも九番と十番の選手をハーフバックスもしくはハーフバック弾と呼び、十一番から十四番までの選手はスリークオーターバックス、そして十五番は、 フルバックという。また、スタンドオフとセンターを、フロントスリー、ウイングとフルバックを、バックスリーと呼ぶこともある。バックスは、フォワードが獲得したボールを前に進め、最終的に得点につなげるのが役割。体格的にはフォワードに劣るが、足が速く、パスや、キックなどのテクニックに優れた選手が多い。守備ではタックルで、相手の攻撃を防ぐ。 スクラムハーフとスタンドオフは、ポジションを8分割したとき4、8列目と5、8列目に来るため、合わせてハーフバックスと呼ばれる。国によってはスタンドオフを5エースと分けて呼び、スクラムハーフのみをハーフバックと呼ぶこともある。ポジションを8分割したときに6、8イコール3、4に位置するため、11番から14番までの4人を3クォーターバックスと呼ぶ。 国によっては、最も前方の12番を、セカンドファイブエースと分けて呼ぶ場合もある。全体の最後尾に位置するポジションであるため、15番をフルバックと呼称する。ありがとうございます。